はい、というわけで、カッコ2の解説を始めたいと思います。で、カッコ2なんですが、BN 分の、そうだね、BN 分の AN を N と θ で表せという問題なんですが、まあね、この前科式からね、いろいろいじくってね、で、そこからちょっと AN 分の BN を出そうと思っても、これは先生でも無理ですね。なんかもうルート分のなんか上が、なんか足し算になっても、これは手のつけようがありません。なんですが、カッコ1の結果をちょっと見てください。BN 分の A1 が cos2 分の θ だって。で、BN 分の A2 が cos4 分の θ なんだって。でさ、これさ、ちょっと、こっちの方でちょろっと書き換えたらさ、ってなって、ね、ここちょっと書き換えてみました。ってやったら、ほら、ちょっと2の2乗分のシータっていう風になるんですよ。で、まあね、ここ見るだけでも、なんかだんだん角度半分になっていってんなって。ほら、ここ見てもほら、なんか、この2の、ね、この累乗部分がなんか1個ずつ増えてるなっていうのが、まあ見てわかると思います。で、こういうところから、じゃあそしたら、じゃあちょっとここですね、見てください。じゃあ BN 分の AN って cos2 の N 乗分の θ、 まあだんだん半分半分になっていく角度がね、なっていくんじゃないかなっていう、まあ推測が、まあ、この問題から見て、まあ、つくんではないかと思います。まあでもね、まあ、この最初の結果だけ見てね、まあ、いきなりパーンってやるのをね、まあ、怒られちゃうんで、まあ、じゃあ N、まあ、B3 分の A3 の時は、じゃあ本当になるのかとか、ね、まあ、それ確かめてくれよって、まあ、文句が来ちゃうんで、まあ、ここで数学的機能法の出番です。で、まあ、最初は、まあ、BN 分の AN イコール cos2 の N 乗分の θ が、であるのを数学的機能法で示す。そう。さっきの1個前、そう、予備知識のところだから2つぐらい前か、そうだね、ここです。で、ここはきちんと書きましょう。きちんと、そう、数学的機能法で示すっていうのを最初に言ってから、まあ、 N イコール1の時はうんぬん、 N イコール2の時はうんぬんっていうのを進めてください。というわけで、まあ、一つ目、まず N イコール1のとき、まあ、B1 分の H ですね。これは、まあ、カッコ1から、まあ、成り立つっていうのは、まあ、示せるんで、まあ、ここは軽く流しますと。で、二つ目、これ、あれですね、N イコール K のときに成り立つと仮定 して、まあ、N が、まあ、K たす1のときにも、じゃあ成り立つよっていう命題。まあ、2つ前に戻ってまた確認してください、忘れてしまった人は。で、それで、で、まあ、N イコール K のとき、まあ、A が成り立つこいつですね。が成り立つと仮定すると、まあ、こういうふうになるんだなっていうのは。まあ、これも書いた方がいいですね、ここの、こいつ。まあ、これはね、次の N イコール K たす1のときを示す。時にもまあ使うんで、こういうのは、まあ、なんか文に書いて、これを使うんだっていうのを、まあ明確にしておいてください。で、この過程のもとで、まあ N イコール K たす1の時、まあつまり、まあ B の K、BK プラス1分の AK プラス1が cos2 の K たす1乗分の θ であるのを示すのを、まあ、示せればいいんですよ。で、このカッコでくくった部分は別にここは書く必要はありません。書く必要なしなんですが、まあここもね、難しい問題になってくると自分が何やってるのか分かんなくなるっていう人は結構多いんですよね。で、まあなので、なんていうの、自分は今からこれをやるんだっていうのを、まあ、明確にするためにも、まあ、慣れない人はこいつは書いておくべきです。というわけで、まあ、N イコール K たす1の時について、まあ、ちょっと調べてみたいと思うんですが、で、こういう前科式の時って、実は、ここの黄色線に引いた丸1の条件だけじゃなくて、
実は最初に与えられたこれ、いいですかね。そう、このここの前科式の条件、これね、こいつも使うんですよ。これも使う。なんでかって言ったら、ちょっとここに注目してください。ここの。n イコール 1,2,3 点点点なんですが、まあ、ね、実はこれ実際の問題文には書いてないんですが、あの書いてないときはあのここは n イコール 1,2,3、まあ、つまり自然数で成り立つっていう成り立つっていうのが、まあ、ちょっと暗黙の了解で、まあ、暗黙の了解なんですよね。この前科式においてはね、まあ、つまりですよ、この前科式っていうのは全ての自然数で成り立つっていうことなんですよ。もうこの最初の文でそう与えられているんです。つまり、まあこの k たす1の時、この k たす1っていうのもまあ文字にはなっているけど、この自然数のどっかの数字、まあそれでもまあ自然数の範疇なんですよ。なので最初に与えられたあの前科式が使えるんですよ。まあ使えるっていうことなんで、まあこれを使わないではありませんよ。というわけで、まずまあ、A の K たす1っていうのは、まあ、最初に与えられた前科式から、まあ、2分の AK たす BK っていうふうに書けます。で、じゃあなんでいきなりこれから出したのかって言ったら、まあこれはちょっとまあ理由があるんですよね。まあ理由としてはこの A、この AK ですよ。この AK をちょっと書き換えることができるんですよ。で、ここで括弧じゃない、丸1の出番です。で、これを書き換えてあげると、なんぼだ、ちょっと斜めってるな。そう。ちょっと2の形状分のシータ、ちょっと角度の部分が見づらいかもしれない。この AK の部分がこういう風に書き換えることができるんですよね。で、まあ理由は丸1、まあ丸1よりあのまあ丸1の条件式からまあ AK イコールにまあ簡単に直すことができますよね。まあ、両辺に、まあ、BK かけてでやると、まあこうかけるから、まあそのまま代入しただけです。でどうしようかな、こっちに書き換えるか分かんなくなったもん。でそっからで、まあそれでちょっと分子の部分に着目して、まあここ両方 BK ありますよね。なので BK でくくっちゃいます。ここでよ BK かける2分の BK で、まあ、ちょっとくくりました。カッコつけとこう。で、ここでここの部分に注目してください。この赤の部分、これもこれカッコ1でも見ましたよね。そう、ここでまた半角の公式、まあ 2倍角ですよ、を利用するんですよ。ここでそう、次数を上げて行くんですよね。と BK の BK かける
で、まあ、カッコ1でやったように2乗忘れてたと、やったようにここで、ここであの次数を上げていきます。2倍角の公式です。まあ半角の公式って書いても、まあ、全く問題はないです。で、でここで、まあ、AK 足す字がこういうふうに書けました、ちょっと見づらいかな、ガーッとこういうふうに書けましたと。さで、なので次に使うのは、初っ端で与えられた BN の全化式ですね、のルートついてるこいつです。で、下に書いたら見づらいかな、 OK、 見える、見えるっぽいね、よかったよかった。なので次は、で、まあ、あの全化式、まあ、初っ端で与えられた全化式に n イコール k たす1をぶち込んだ式です。で、まあ、こういって n イコール k たす1をぶち込んだらこういうふうになりましたと。さで、ここでさっき使ってた、まあ、ak たす1が、ね、まあ、bk だけで書き換えちゃう、書き換えられちゃうので、でそこにさらにぶち込みます。ぶち込むと、まあ、こういうふうに書き換えられちゃいます。ここちょっと分かりやすいようにカッコでくくっておきました。こうカッコないとなんか角度に BK かけてるのって勘違いしちゃうかもしれないと思ったんで、ちょっとカッコで書きました、カッコくくりました。で、これさらに下行けっかな、どうだ、この人に書いて見える、よかったよかった。ちょっと結構重要な情報なので行きたいなって申し訳ないんだが、ルイさん、BK、まあ、ここに2箇所あるんで類乗でまとめましたと。で、まあ、2乗2乗なんで、じゃあこれルート外せますね、というわけでルート外します。とで、まあ、ここでね、まあ、本当は、まあ、まあプラスマイナスじゃあどっちやねんっていう、まあ、両方出てくるから、じゃあどっちやねんっていうあれになるんだけど、今回は、B、まあ今回はね、あのこの BK コサイン2の K たす1乗分のシータが、まあ、0より大きいので、これはプラス、まあプラスでそのままポンって出てきます。で、で、ここでやっと、まあ、材料が揃ったんで、で、まあ、そのまま終わりますと。そしたらね、Yeah.
た。まあこういうふうに書き換えられちゃいます。ここ2乗あるのでちょっと気をつけてください。でここでまあここでまあ約分とパスタパスタできるんで、まあこいつら消えます。でこいつらもまあ約分されて分母なくなって、でまあここの累乗の 2が消えて、コサイン2の計上分の1が1個だけになりますね。なのでとまあでめでたくこういうふうに書けました。でまあこの初っ端のちょっと A の部分ちょっとまた見てみましょう。ほらこれは BL 分の N がコサイン2の N 乗分の1で、でまあここも見てください。でこれを示せばいいんでしょ。はい、というわけでめでたく示せましたね。なのでよいしょ、まあ、となりだっけ、まあ、N イコール K たす1の時も、まあ、丸 A は成立します。でまあここでね、数学的機能法で満たすべき条件2つ、まあ、ちゃんと言えるって言えたので、以上より、どうしようかな、その代わりカッコ3がちょっと難しいです。というわけでカッコ3に移ります。